ました。約150度の熱気と圧力によってハプニングセンターを使っています。次はフルム舗装をします、はい。お店に置いてあるようにフルム舗装をしていきます。これをシュリンク舗装と言います。このようにフルムがブカブカです。こちらの窓をご覧ください。ホテルの中、約20度まで通らずゆっくりで、熱気によってブカブカのフルムが出ていきます。家具が全部出てきましたら、エアパック付きでお持ち帰りください。ありがとうございました。We having oh, it fully that fit back. Coming out soon. Yay!